あー、かわいい。こんにちは、獣医師の稲垣です。今日はですね、コルマくんがやってきてくれました。コルマくんはですね、ロティくん家の新しい弟くんです。ちょっと不安そうな顔してんの。いい子だね、かわいいね。今日はコルマさんが去勢手術です。もうね、血液検査を行って、これから麻酔をかけて去勢手術をしていくところです。頑張りましょう、コルマさん。去勢手術なんですけれども、生後半年齢ぐらいから手術することがまあ可能で、だいたい半年ぐらいで手術することが多いですね。メリットとデメリット、どちらもあってですね、メリットとしては、シニアをね、超えたあたりでですね、エインヘルニアだったり、男性ホルモンのね、影響でね、お尻の筋肉がこう緩んできて、お尻の筋肉の間からですね、腸管がこうお尻のこの部分、ちょっと失礼しますよ、お尻のこの横の部分から、だいたいこのあたりからこっち側もありえますけども、腸がボコッと飛び出てきて排泄がうまくいかなくなるっていうのがエインヘルニアですね。あと前立腺肥大だとか、あとは肛門周囲腺腫だとか、あと精巣腫瘍とかね、そういったね、あの病気が発生することが知られてますので、そのような病気を予防するっていうのが一つですね。病気の予防以外にもですね、発情期にはやっぱりあの繁殖をねしたいという意欲が出てきますので、それを抑制するのがかなりストレスになるということで、繁殖をね考えていない場合には去勢手術をすることをお勧めします。でデメリットはですね、やっぱり一番のデメリットは繁殖できなくなることとなりますので、繁殖考えてる悩んでる場合には去勢されない方がもちろんいいと思うんですけれども、あとはもう一つのデメリットとしては太りやすくなるとかですね、そういったことが挙げられます。その他にもですね、デメリットこんな感じでありますので、よかったら見てみて検討してみるといいと思います。かわいいね。というわけでコルマさん頑張りましょう。去勢手術をするときはですね、一緒に乳歯も確認するのがいいですね。コルマさんの場合は乳歯がほとんどというかもうないですね。綺麗。こっち側も見てください。嫌ですか？あら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 チロ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 、オッケーです。綺麗。この時点でですね、乳歯があった場合には、この去勢手術で麻酔をかけるときに一緒に抜くことをおすすめしています。乳歯が残ってたときにどうして抜かないといけないのかというと、やっぱり歯肉から2本歯が出ている状態だと、歯と歯の間の隙間がすごく大きくなっちゃうので、そこに歯垢が溜まりやすくなって歯肉炎になりやすいっていうようなこともありますので、この時点でですね、抜いてしまうといいと思います。1歳になっても抜けない場合はほとんど抜けないと思いますので、半年齢の時に抜いちゃってもいいし、待ちたい方はね1歳まで待つこともありますけれど、その後ね、麻酔かけるタイミングが若い子だとほとんどないので、数年経ってかなり歯石がついた状態でね、抜くってなった時にはもう結構歯肉炎がひどくなってたりとかってこともありますので、早めにね、乳歯抜けない場合は抜いちゃった方がいいと思っています。コルマさんは抜けてよかったですね。よしよし。おはよう。おはよう。よく頑張ったじゃん。偉かったね。覚醒もスムーズでした。コルマくん偉いです。お利口さん。ちょっとね、術後はこんな感じでエリザベスカラーをね、男の子はうちの病院ではつけることになってるんですけど、よく頑張りましたね。
カルマ。お疲れ。麻酔から覚めてまだちょっとぼんやりしてるので、これがねしっかりと覚めるまでは病院の方で様子を見て夕方お迎えになります。お母さん来るまで待ちましょう。ん？あ？これも？お？お疲れ様。来た。すっかり起きましたよ。お疲れ。クルマくん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 。はい、ね、お疲れ。よく頑張ったじゃん。おおお、なんだ。出たい、出たい、出たいけど。引っかかるね。殻が引っかかるね。気になるね。もうちょっとの辛抱だ。一週間の辛抱だぞ。1週間後にねまた最新で術部を見て問題なければそれでおしまいますので、ハルマくん疲れ。よいしょよいしょ。かわいいちゃん、お疲れ。かわいいちゃん、かわいいの。なんだこんなのつきやがってってかわいいね。お迎えもちょっと待ちましょうね。起きた起きた、よかったよかった。お迎えを待ちましょう。お疲れ様。お母さんお迎え来ましたよ。お母さん迎え来たよ。よかったね。しょぼぼんですね。術部はこんな感じで絆創膏が貼ってありますけれども、やっぱたまたまは清掃だけ取り除いてるので、術後はやっぱりすごく腫れます。だけど1週間もすればしぼんできますので、はい、安心してください。お疲れ様でした。また1週間後来てね。ホールマくん、来たの来たの来たの。よし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 。あ、でもやっぱり手術前のランランとはちょっと違うかも。こんにちはこんにちは。うわ、よし、じゃあ手術の部分見ましょう。ちょっと、で去勢手術はおしまいです。あとは太りすぎ体重管理に注意ですね。大きくなったね、コロマくん。お疲れ様。おやつ食べるかい。よいしょ。お、おやつ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 、はいはいはい、おやつ、やだー、ボリ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 。コロマくんおやつよかったね。おやつだなあ。先生いい人だな。病院いいとこだな。あ、先生先生おやつ先生おやつ先生おやつ必死のコロマくん、先生おやつ先生おやつだよ。そうだよ、おやつだよ、おやつだよ、おやつだよ、先生だよ、おやつだよ、先生だよ、先生だよ、おやつだよ。女性手術とかね、避妊の後嫌われちゃうことが多い。よしよし、行くだね、またね。あ、よかったです。病院嫌いにならなくてよかったよ。また来てね。